はい、ではですね、本日は先日のですね EPZ10-20mmFG4 の G レンズを持ってですね、またお散歩に来ておりまして、先日の動画でちょっと気になったですね、こんにゃく現象、それがですね、どういうふうに影響してくるのか、あれですね、16mm ぐらいまでですねズームしちゃえば目立たなくなるのは分かってるんですけど、この広角端でですね、撮りたいなっていう時に目立たなくする方法はあるかなっていうのをちょっと試したく思いまして、今ですね撮影しております。今撮影してるのはフル HD の60フレーム、シャッター速度200分の1秒の設定、なのでこの手ブレはですね一番起きにくい設定にはなってるんですが、手ブレというかこんにゃく現象がですね結構目障りだった。で、今はですねアクティブ手ブレ補正なんですが、この後ですねジャイロフローをですね使ってみたいなと思っておりますね。はい、ではですね今ジャイロフローをですね使っております。ジャイロフローを使うときはですねアクティブ手ブレ補正を使わないにしないといけなくて、その辺が要注意というところです。お花もですねとても今綺麗です。日向と日陰とですねちょっと見比べてみてください。はい、ではですねちょっと歩いて行ってみたいと思います。映像としてはこのような感じですね。実際に手ブレ補正が効いた状態で背面液晶で確認ができないので、家に帰って見てみるまでちょっと何とも言えないんですね。このようにまっすぐ歩いておりまして、その素材を撮ってみたいと思います。はい、続いて同じくですね手ブレ補正をオフにした状態で今収録しておりまして、カタリストブラウズ、今ですね名前がちょっとどうなのか出先なんで確認できてないんですけど、多分カタリストブラウズだと思うんですけど、そちらのですね聞き方っていうのもですねちょっと見てみたいと思っております。はい、このような感じ。カタリストブラウズはですね結構使うのが手間なので、私はですねこれを使うんだったらもうアクションカムでいいかなっていう印象で使っております。このようなですね感じですね。緑がとても綺麗です。はい、ではですねただいま手ブレ補正アクティブに戻しまして、止まっている状態からですね上下に軽く振ってみたいと思います。このような感じで左右、これをですねジャイロフローとカタリストブラウズそれぞれ試してみたいと思います。はい、では今ですねジャイロフローの方を効かせておりまして、静止状態で下上下右左右左、はい、このような感じになりますね。続いてカタリストブラウズ試してみたいと思います。ではですねここからカタリストブラウズで下上下上右左、このような動きがですねどういう風に処理されるかなっていうのを見てみてください。はい、ただいまですねこちら 4K30 フレームにして手ブレ補正アクティブでですね収録をしてみております。このですね 4K30 フレームになるとやっぱり手ブレ補正の感じっていうのはですねきつくなるので、それがどのような感じかというのをこの後ジャイロフローとカタリストブラウズそれぞれですね使ってみて比較してみたいと思います。このような感じですね。今普通に歩いてるだけ、特に気にせずどかどかと歩いております。そして比較用ですねこちらがジャイロフローの動画となっております。ハトダヴィンチリゾルブ内でですね簡単に編集できるので結構重宝しております。映り図としてはですねこのような感じで、この後ですねカタリストブラウズ見てみたいと思います。ではですねここからただいまカタリストブラウズですね、シャッター速度は100分の1秒にしてみております。自然に見える一番速いシャッター速度に近いかなというところですね。それでどのようになっているかというのを見ていってみたいと思います。このような感じです。はい、ではですね今ですねフル HD の60フレームのシャッター速度を200分の1秒に直してみました。でこの状態でですね、こういう風に動き回っているとこんにゃく現象があると思うんですが、これもですね回避ができるんですよ。焦点距離ですね 16mm ぐらいまでズームしちゃうんですね。
はい、これが 16mm ぐらい。これがですね、標準レンズと同じぐらいの画角になって、まあ、中央部分がですね、使われるようになって、こうグワングワンした端の方っていうのがあんまり映らなくなるわけです。するとですね、まあ、こういう風にしっかりと綺麗に止まった状態に近くなってるんじゃないかなと思います。今ですね、もう適当に歩いて使用しておりますが、写りの方はいかがでしょうか。私がですね、この ZV-E10 に求めるものって何かという話なんですが、手軽さなんですよね。手軽さがですね、損なわれちゃうんだったら、全然ですね、この ZV-E10 に求めるものって私があんまりなくて、APS-C 軽いぐらい。ただ ZV-E1 が致命的に違うかというと、もうそんなこともなくですね、全然 ZV-E1 気に入ってるし、あれよりですね、ちょこっと軽い、ちょこっと小さいぐらいで、レンズこれつけちゃうと、あんまりサイズ感正直変わんないんですよ。そういうところがですね、まあ、どういうふうに考えるかな、考えていくかなっていうところがすごく大事かなと思っています。なので、手軽に、かつですね、そこそこ綺麗に、で、写真をしっかり綺麗に撮れるっていうのを大事にしたいと思ってますね。はい、ではこのようにですね、ZV-E10 で、ボディ内手ブレ補正ですね、ここの部分。そして、これがジャイロフロー。要はなんですけど、このエフェクトでですね、このジャイロフローをですね、はい、このようにダヴィンチリゾルブ内で使える。そしてこれがソニーさんからですね、まあ、純正で提供されておりますカタリストブラウズですね。これをですね、それぞれこうかけてどのような違いが見られるかっていうのをですね、検証をしてみました。まあ、あの素直な感想として語らさせていただこうと思うんですが、やっぱりですね、カタリストブラウズがですね、一番いいかなというのはございます。で、ボディ内手ブレ補正はフル HD だったら結構いいんですが、4K になっちゃうとですね、大きくですね、結果が変わってきて、ちょっと辛いなっていうのがですね、あるんですね、この ZV-E10 だと。これが E1 になると全く話も変わってきて、その辺はですね、グレードな、まあ、グレード通りなのかなみたいな感じなんですけど、そういう結果がございました。で、ジャイロフローはですね、十分いいんですよ。使いやすいというか、使いやすいというかという話になると使いにくくて、それがちょっと難点。あの、使いやすいという話で言うと、このプラグインとして入れておいて、中でですね、簡単にジャイロフローをですね、反映させて、調整をすればいいわけなんですが、調整を失敗するとですね、画面がガタガタ揺れっぱなしになったりとかですね、あとはレンズやボディがですね、対応しているか対応していないか等々にもよってもですね、結構結果が変わってくるんですが、この、まあ、ただ ZV-E10 と、あの、純正のですね、レンズだったら問題なく使えております。でもですね、この安定してないっていう最大のですね、デメリットがあるんですね、このジャイロフロー。反映させた後に数値をいじくってると、簡単にですね、このダヴィンチリゾルブが落ちてしまって、まあ、たびたびですね、というか、もう何回も何回もやり直して、どうにかこのようにタイムラインにまとめた形が、今日のこの状態となっております。カタリストブラウズはカタリストブラウズで、この別のですね、ソフトを立ち上げた上で、調整をした後に書き出す。で、その書き出す速度がですね、とっても遅い上にですね、あとはそのまとめて書き出しみたいな機能もなくて、そういう便利機能を使いたい場合っていうのはですね、優勝プランになってきちゃうんですね。まあ、そのような形でやっぱりこのボディ内手ブレ補正かジャイロフローが、まあこう、簡単にですね、使っていく上では、手段になってくるのかなっていうのがですね、本音でしたね。ジャイロフローももう少し安定してくれればいいなっていうのも本音ですし、カタリストブラウズももう少し使いやすくなってくれればいいなというのが、まあ、感想でございました。で、ボディ内の手ブレ補正に関しては、まあ、立ち止まって撮影する分には十分、こういう風に歩き撮りをしないんだったら、全然ですね、このまま使ってしまってもいいんじゃないのかなっていうのはですね、感想でございましたね。とにかくですね、このジャイロフロー、これはもうちょっと、本当に安定感だけですね、保ってくれれば、このようにですね、設定する項目っていうのも多岐にわたって、これですね、これをちょっといじくるとですね、まあ、パッと落ちてしまうことがあって、そういうところがとっても使いにくい。で、このホライゾンロックとかですね、そういうのもできるので、まあ、本当に使い方によってはですね、とっても面白いことができるんですが、その点がちょっと残念でございましたという感じですね。カタリストブラウズも、このもっとですね、簡単に、これプレミアだとですね、プラグインも優秀になるんですけど、お金がかかってしまうんですけど、そのプラグインとして使うことができたりとかっていう機能がいろいろ増えてきて、まあ、やっぱりですね、それなりなんだなっていう感じが本音でございますね。このですね、ダヴィンチの内部にもですね、ですね、こちら、この下の方に行きますと、はい、例えばなんですが、これですね、スタビライゼーション。これが、まあ、手ブレ補正のような効果があるんですが、まあ、これもですね、やっぱりこのホライゾン、要はなんですけど、水平を取ったりとかってところができなかったり、手ブレ補正という意味で見ると、しっかりとですね、この機能してるかっていうと、その他のですね、機能たちに比べると厳しいところもあるというのが本音でございます。まあ、
このこんにゃく現象がですねどうかって今回ですねメインの検証だったので、やはりこのアクティブ手ブレ補正だと起きてしまうのがこのジャイロフローやカタリストブラウザーなんですね。だいぶ減ってるなっていうのが分かりましたので、まあ一つですね検証の結果としては良かったんじゃないかなと感じております。でこれですねやっぱりなんですけど、この後半16ミリ相当にまでここでですねズームして撮影しているところでは、このですね結構フル HD の、アクティブ手ブレ補正でも結果が良かったんですよ。なのでこのあたりでですね、まあ、ちょこっと16ミリまでズームする必要があるかないかっていうのはまた別口になるんですが、自分が気に入るですねこの画角とこのグワングワンとした端っこのですね変な歪み揺れっていうのがですねないところを自分の塩梅でですね、ここまでだったら許せる、ここまでだったら許せないっていうのはですね見つけられるようにですね使ってみられるといいんじゃないかなと思いました。価格差としてはですね、昨日の動画ですね ZV-E10 と E1 でこれだけ価格が違いますってのをまとめてみたんですけど、このように大きな差がございますので、 E10 をどれだけですね快適かつ自分の満足できる画質で運用できるかなっていうのも突き詰めてみると面白いかもしれないです。私はですねまだこのスタンダードカラーしか使っていないので、まあ、この辺がですねどこまでできるかどこまでやるかっていうのもいろいろあるんですが、私はこの初心者目線とっても大事だと思うので、まず使ってみたいって方にですねお届けしたいと思ってございます。はい、ということでですねこちらのチャンネルではですねこのように忖度なくですね私の感じた通りをですねいろいろと語っていきたいと思っております。ぜひですねメンバーシップやスーパーサンクス等で応援いただけますと嬉しく思いますので、どうぞ引き続きよろしくお願いいたします。はい、それでは最後までご視聴いただきありがとうございました。このカタリストブラウズとジャイロフロー、皆さんどちらがお気に召されましたかね。ぜひですねコメント等で教えていただけると嬉しく思います。はい、バイバーイ。